さんこんにちは、シニアフィーバークラウドの森拓です。今日はですね、京都市のですね、山陰の方にあります、坂田ダンススタジオさんの方に、お邪魔いたしました。こういったですね、すごく開放的で綺麗な広い会場で、ホールで練習レッスンをされています。で、今日はですね、例のチャレンジ企画ですね、シニアダンサーが、ワンレッスンでどれだけ上手くなれるかと、そういうふうな今日チャレンジ企画でやらせてもらいました。お相手いただけるのは、対決いただけるのはですね、菊川先生、菊川のり子先生で、PD のですね、西武のファイナリストで、スタンダード、されております。で、僕も、今ちょっと子育てとかで競技ちょっと休まれてるみたいなんですけども、競技会見まして、もうすごくワルツのダイナミックな 3D なダンスにすごく魅了されまして、まあ、いつか習いたいなと思ってたんですけども、今日はこういう形で、対決って言ったらなんですけども教えていただけるのでありがたく思ってます。で、初めのワルツというのはすごくやっぱり競技会でも一番初めですし、で初めのこうナチュラルタランとかが決まると、あとなんかすごく気分よく踊れたりするので、まあ、その分をですね、習いたいと思ってます。では皆さん、皆さんの参考にもなると思いますので、ぜひ見てください。お願いいたします。頑張っていきます。はい、今日はありがとうございます、シニアチャレンジコーナーということでですね、シニアダンサーがワンレッスンで、本当に上手くなれるのかということで、チャレンジをお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。で、今日はワルツですね、その時見たナチュラルターンとかオーバーターンがすごくかっこよくて、本当にダイナミックになって、そこをちょっと伝授いただけたらなと思います、はい、はい、よろしくお願いします。だから僕なんかも見ていただいて、直したら待っていただいて、まあ、これぐらいだと思うんですけど、はい、なんかいったらちょっとアドバイスで、まあ、僕って普段は全シニアに俺と通じるんですよ、はい、はい、靴を履いたら考えたら、はい、ここなんですね。そうなんですね。靴を履いたら仕事する。靴を履いたら仕事する。今日はちょっとまずレッスンをする前に、まあ、自分が今やってもらっているナチュラルターンを頑張ってやって、レッスンをしていただいた後でまた今回、どんな感じか、ちなみに嬉しいですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速いいでしょうか。はい、お願いします。はい、はい、そうそうそう、お互いに左手方向と上くらい。
ここに健康を使って、ここに
はい。もう最後の最後だったし。いや、もう向かないでいいですか。立ってて、そうそう、私がここに乗ってる意識で乗ってる。
りがとうございました。あのライブの時間では、それが考えたいかなと思います。はい。また見てくれて。皆さん、どうもありがとうございます。はい、チャレンジ今日は成功ということで、はい、ありがとうございました。